こんにちは佐久田南役を演じました上白石もかと申します、えー、本来昨年公開予定だったこの映画が、えー、無事やっと公開を迎えられそうで、えー、今日初めて皆さんに見ていただけるということで本当に心から嬉しく思っております今日は楽しい時間を過ごせたらと思いますよろしくお願いしますありがとうございましたまずは私は沖田監督の元から大ファンでして あのー、まさか自分が沖田監督の世界にで生きられるとは思っていなかったのでその嬉しさをかみしめつつ、えー、今回私は水泳選手の役を演じておりまして、あのー、偶然なんですけどこの作品で、えー、3連続目の水泳選手の役でそれぞれ種目も全く違うものでなんかこう。 なんだろう水泳の個人メドレーのようだなと勝手に思っていました、あのー、なんだろう肌も真っ黒に焼いて髪の毛も人生で一番短くしてあの本当に10代最後の夏を宝物のような時間を過ごせてもらったなと思ってます。